全国の公益塾の皆様、こんにちは。公益塾塾長のともです。今回なんですけれども、こちらおともにコーヒーというコーヒー屋さんのコーヒー豆を紹介したいと思います。一応3種類あるんですけれども、これ全部同じ農園です。同じ農園で味変わんのかっていうところがまず1点なんですけれども、この豆めっちゃ特別なんですよ。この豆ね、すべてダブルアナエロビックファーメンテーションプロセスなんですよ。ファーメンテーションプロセスって何だっけ？ファーメンテーションが発酵でしょ。はい。プロセスが生鮮方法みたいな感じなんですけど、重要なのはアナエロビック。お。アナエロビックっていうのは嫌気性発酵なんですよね。何のこっちゃ分からんよね。まあだから伝統的なコーヒーっていうのは発酵工程っていうのは踏むんですけれども、嫌気性発酵ではないんですよね。常に酸素に触れた状態で発酵をさせてるんですよ。なんですけど、このアナエロビックファーメンテーションプロセスっていうのは酸素に触れない状態で発酵させる。そうすることによって酸素がない状態で活発に動き出す微生物の力が作用して独特の味わいになるというやつですね。まあ何度かコーヒー塾でも取り上げたことあるよな。そうなんです。でも今回はダブルアナエロビックファーメンテーションプロセスダブルなんですよ。2回やってるんですよ。でもそれ3種類ともアナエロビックやったら結局一緒なんだよ。ここが肝です。こちら全て2回嫌気性発酵してるんですけど、全部発酵時間が違うんですよ。なるほど。ちょっと簡単に説明していきます。まずこちら全てコロンビアエルパライソ農園という農園のコーヒーなんですけれども、こちらがローズティーという商品ですね。このローズティーはコーヒーチェリーで収穫したそのチェリーのまんま36時間嫌気性発酵させる。そしてその果肉を取り除いた後に40時間発酵させてるんですよね。そしてこのライチはコーヒーチェリーのまんま48時間発酵、そして果肉を取り除いた後に96時間発酵させてるんですよ。ライムはコーヒーチェリーのまんま96時間発酵で、果肉を取り除いた後に48時間発酵させてるんですよ。というふうにかなり発酵時間が全部違うという。すごいな。というか面白いな。こんな飲み比べある？今までないよな。そうや。しかも結構有名な農園。そう、エルパライソってよう聞くし、僕らも動画で紹介したことあるんですけど、こういう発酵時間ごとの飲み比べ、これないですよね。うん、ということで今回面白そうやなと思ったんで、実際にハンドドリップで抽出してこの3つのコーヒー豆を飲み比べしていきたいと思います。では早速いきましょう。それでは豆皿タイムからいってみましょう。まずはこちらのローズティーから開けてみたいと思います。まあ、豆ずらというよりはまず香りからですよね。これ絶対やばい香りすると思うんですよ。アナエロビックの時結構ダイナミックな香りするよ。ダイナミックですよ。いきます。甘え甘むちゃくちゃ甘いな。それこそなんかストロベリーみたいな甘さがあるんですよね、香りは。うんうん。では次いきましょう。こちらがライチですね。ほんまにライチの味すんのかな。もうないいきます。あー甘い。あ、でも似たような感じの香りではありますね。うん、このローズティーの方はこの2つと比べて発酵時間がちょっと短いんですよ。短いって言ってもそもそも2回やってるんで普通のよりは長いんですけど、香りの強さだけで言うと多分こっちの方が強いと。いや分からん、強すぎて。まあちょっと3つ目いきましょう。こちらがライムですね。それが1回目の発酵は一番長いんだ。そう、1回目はね。2回目はこっちの方が長いんだね。いきます。何よ。引いちゃうやん。こういうのやろ。ってなるでしょ。あ、ちょっと待って、べっこう飴。ちょ、べっこう飴。俺はなんか生姜みたいな人体。べっこう飴。大変申し訳ございません。冷やし飴でした。なんか話噛み合えへんなと思ってたら、冷やし飴のことです。まあだから要するに生姜っぽい感じのね。そうです、そうです。うん。べっこう飴。めっちゃべっこう飴。こんな変わる？
このライムは1回目の発酵、つまりコーヒーチェリーのまま発酵させた時間が長いやつですね、うん、それとこれとで全然違う。え、いやーちょっと気になるなー、これは。でこれ焙煎度合わせてくれてるんですよね。その辺も比較としてすごくやりやすいなと思います。焙煎度的には結構浅め、ミディアムローストもシナモンに近いぐらいかもしれないですね、これ。いや今日はこの3つをハンドドリップで入れていこうと思います。フレーバーを引き立たせるためにちょっと粗めに引いて、まあ中粗挽きとかかなぐらいに引いて 20g 使って、できれば270で5等に分けて抽出していこうと思います。今日は中粗挽きに引いたコーヒー豆 20g 使用します。総湯量は 270g で抽出していきたいと思います。ドリッパーを乗せた状態でグラムをゼロに合わせて抽出スタートしていきます。ではいきます。まず1投目 50g 注ぎました。で40秒間蒸らしをして、次は 75g 注ぎます。続いて1分15秒になったら 55g 注いであげます。180になるまでですね。でここからは後半なのでさっと注いであげます。 50g 注いで230まで注いであげます。で2分20秒になったらプラス 40g 注いであげて、総湯量270まで持っていってあげます。これで落とし切ったら抽出終了です。では入れ終わりましたので飲み比べしていこうと思います。まずはこちらのローズティーからいただきます。サル、優しい甘さボカーンってくるかと思ったら、これ結構優しめの甘さやね。うんうんうん。ちょっと次に行きましょうか。飲み比べしてみましょう。続きましてこちらがライチ、ライチライチやってことはこっちもローズティーってことか。ローズティーって俺あんまイメージが分かんない。でもめっちゃティーライクやね、完全なるティーライク。で続きましてライムね、これすごい香りしたやつよ。いただきます。これライムやねんけど、確かに確かにライムやねんけど、やっぱり冷やしやん。めっちゃジンジャー、これすごいな。いや、やばい、これこれ一番なんかすごくない感じ方というか。いやいやいや、今までなかったねこれは、うん、え、これ発酵時間でこんな変わるの。一応ネット公式ショップの方には、うん、まあ3種類合わせてになるんだけど、うん、テイストがストロベリー、グレープ、うん、ライチ、ジンジャー、クリーミー、ロングアフターなど、うん、このジンジャーもあったし、ストロベリー感もちょっとなんかあるよね。うん、ストロベリー感で言うとこれかな、うんうん、これがやっぱストロベリー感若干ある、うん、でもやっぱティーが勝つ、うんうんうん、でこれはもうライチですよ。酸味がもうギューっていうライチの酸味がある、むちゃくちゃ特徴的なコーヒーではあるんですけど、でもこのライムはやばいっすよね。それは一番驚いた。そんな今まで飲んだことない味はこれやったね、うん、で完全なるジンジャー、うん、香りも一口目もそのアフターテイストも全部ね、全部ジンジャ
あ、そうそうそう、今まで飲んだことなかった。このライチはなんか想像できる味、まあまあまあこういう味も発酵時間長いと出るんじゃないかなっていうぐらいの延長線上にある、遠くにある、うんうんうん、けどこれはもうグーンっていう延長線上からグーンってですね、もうそれでなんかもう違う味になってるっていうイメージです。いや、びっくりやな、これは初めてやわ。いやー、ちょっと面白いですね。一応確認しておくと、同じ農園でしかも同じ焙煎ですか。で、同じ品種です。品種もね、うん、すごい時代になりましたね。一応インフューズドっていう記載はなかったよね。うんうんうん、エルパライソって基本的に書いてないか。なんかな、うん、なんか何個かこうコーヒー屋さんでエルパライソ農園見るんですけど、インフューズドって書いてるのはあんまり見たことなくて、でこの味がするという感じですね。面白い。だからこれ結構飲んだことない方多いんちゃう、やっぱり、うん、特に3番目の緑のやつは、うんうんうん、だから一回試しに買ってみるっていうのは面白い、うん、新たな発見というか。いや、面白い、うん、これネットでも買えるんでしょう。うん、一応オンラインショップでもやってまして、こちらの3種類のセットが売ってるんですけども、うん、全て 100g ですね。 100g 3種類で税込み5500円です。3種類全部で5500円。はい、気になる方はね、ぜひオンラインショップでも買えますので、概要欄のリンクからチェックしてみてください。一応これカズマが実店舗の方で買ってきてくれたんですけど、店舗は三重の方に店舗がございますので、三重県の方や近畿圏の方はぜひお近くに立ち寄った際行ってみてください。結構おしゃれなカフェでエスプレッソシェイクとかもあったりとか、創作ドリンクとかも結構あって、エスプレッソシェイクもめっちゃ美味しかった。いいっすね。どんな感じだった？浅いり？なんかフルーティーな感じした？フルーティーな感じはしたかな。あー、結構ね、フルーティーなコーヒーで作ったエスプレッソシェイクが好き。あー、なるほど。逆に深入りのもたまにはいいねんけど、うんうん、エスプレッソシェイクもこう、ま、使うものによって結構味が変わったりするから、うんうん、結構ね、面白いんですよ。ぜひ気になる方は概要欄の方からチェックしてみてください。この動画がいいねと思っていただいた方は、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。コーヒー好きが集まる LINE のオープンチャットも運営しております。コーヒーの情報を発信する Instagram、Twitter などもしておりますので、概要欄の方からチェックしてみてください。では今回この辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。